私が高校2年生の春に体験したイギリス研修について話します。1年生の時は結構静かな感じで、2年生になって中2生の子とクラスが一緒になって、せっかく高校生になったのにその中学生の時と変わらない自分に対してちょっと何かチャレンジしてみようと思って、まず始めてやってみたのがスピーチコンテストをやってみて、でそこから英語のネイティブの先生とで話ができる自分がすごく嬉しくて、で英語にちょっと興味を持ってこのプログラムにも申し込んだり、ちょっと積極的になったと思います。今振り返ると結構デタラメな英語というかだったんですけど、その聞いてくれた友達とかがすごい良かったって言ってくれたり、なんか一番楽しそうに英語話してたって言ってくれたり、そういうのがすごく嬉しくて、私の英語ちゃんと伝わるんだと思って、それが、とても嬉しかったです。私がこう何かを伝えるとみんなちゃんと聞いてくれるっていうのをすごくその場所で実感して、でそのスピーチコンテストが1学期にあったんですけど、ちょっと自信が持ってたので2学期に休帳をやってみたりとかして、今もやってます。まず英語を使って何かをしたいっていうのがあって、そこから自分でそういうことができるプログラムを検索して探したんですけど、ただ観光で終わるだけだとやっぱりもったいないなと思ったし、あとはオックスフォードの人と話せることなんてもうほとんどないと思うので、せっかくこの学生の時にこの機会に行けるならと思って、そのプログラムに応募しました。5日間のプログラムで、最初の4日がオックスフォードのメンターさん といろんな世界のこととかについてディスカッションをするというので、最後の1日がロンドンの観光でした。一番私の印象に残っているのは、イギリスにたくさんいる研究者の方々に来てもらって、でその方々のアイデアを日本人4人とオックスフォードのメンターの方1人でグループになって、その研究者の話を聞いて、でその内容をプレゼンテーションするっていう企画というかでした。プレゼンのゴールは、周りの聴衆の人からこのテクノロジー、この研究者の方が紹介したテクノロジーにいくら払いたいかっていうお金制で、そのお金がたくさん以下、投資したいかですね、お金がたくさん余ったグループが優勝という形でした。その結果はどうだった？優勝でした。びっくりでした。でもたくさん練習したし、メンターの方にもアドバイスをいただいて、あとは日本人の人ともたくさん英語で話し合って理解を深めて、どうしたら見やすいだろうっていうふうに考えて作っていった結果だと思うので嬉しかったです。まずは自分たちが楽しくやるっていうのと、あとは練習してきた成果がしっかり出せるように自信を持って落ち着いてやるということと、あとはやっぱり一番は聴衆の人を意識することをグループみんなで心がけてやりました。とにかくメンターの人とコミュニケーションを取ることで、ディスカッションの合間にもアクティビティの時間とかがあって、そういう時にも自分のメンターさんに話しかけてみたり、コミュニケーションを取るっていうのを一番意識してやったと思います。せっかくイギリスに来たのにやっぱネイティブの人と話さないともったいないっていうのもあったし、そのオックスフォードの人だからちょっと話してみたいなっていうのもあって、自分から動いてみました。その寮に滞在していて、でその寮にはフランスの留学生の子とかブラジルの子とかも同じ寮に泊まっていて、でその寮の中でナイトアクティビティっていうのがあって、一番記憶に残ってるのは最後の夜なんですけど、ゴルフ
状を段ボールで作るっていう、そういうあのその日の企画はそんな感じだったんですね。その子たちと一緒にあの英語で話してアイデア出し合って段ボールでゴルフ場を完成させたんですけど、最初は全然話し合いが進まなくて、で結構グループがバラバラな状態だったんですけど、そこで私があのまずはこうしてみないっていうのを一回言ってみたら、それにすごい乗ってくれて聞いてくれて、でそこからどんどんみんなで話し合いが進んで一つのゴルフ場ができて、それがすごい嬉しかったです。最後の夜にそれをやって最終的には仲良くなれてよかったです。普段は世界の反対にいることを、英語を使ってコミュニケーションができて友達になれてっていうのがすごい嬉しくて、でその時仲良く話せて友達になれて、で今はもう反対側にいるじゃないですか。でも自分のことを知ってる人が世界の反対側にいるっていうのはすごい心強くて、毎日であの何をするにも私には味方がいるんだと思って、いろんなことをちょっと頑張れるようになりました。これですこれは寮の子たちとみんなで大きいテーブルでご飯を食べるんですけど、その時に最終日にブラジルの子からもらったお人形です。これは地球史、私があの旅行の時に最初からずっと集めてたやつなんですけど、ここら辺がそのブラジルとかフランスとかの子たちとか、あとは空港の店員さんとかいろんな人に話しかけて、日本のお土産を持って行ったんですね。でその時に店員さんにと結構話せる機会があって、で話して渡して仲良くなって、ついでに書いてもらったって感じで、たくさん話しかけたらこんな風になりました。イギリスに行く前は空港にいる人に話しかけるなんて全然思わなかったんですけど、最後の方にはもう日本に帰りたくないってなっちゃって、少しでも楽しもうと思っていろんな人に話しかけて仲良くなってっていうのをやっていきました。机の前に飾ってます私が一番このプログラムの中で成長したと思うのは、リーダーシップの取り方で、さっきのナイトアクティビティの時もそうなんですけど、何か物事がうまくいかない時に誰かが何かをやってくれるのを待つのではなく、まずは自分が動いてみるっていうのがというのを学ん でそれを実行できて、でそれを成功、実際に成功してっていうのが自分の中ですごい大きな経験となっていて、ディスカッションの時もそういうのを、そういうことを感じることはあったんですけど、自分の中に落とし込めたのが一番いい経験かなと思っています。今休長をやってるんですけど、そうですね、係が埋まらなかった時は私がちょっと入ってみようかって言ってみたり、あとはすごい周りに気を配れるようになったかなって思っています。たくさんの人と関わったことでいろんなことに気づけるようになったかなと思います。見方が変わりました、いろんなものの。今まではすごい一人で生きてるっていう感じ、日常生活の中で一人で生きてるっていう感じだったんですけど、いろんな人とコミュニケーションをとって、あ、話せるんだ自分と思って、人に頼るようになったし、そういうことがすごい頼ることが楽になったというか、生きやすくなりました。何かやってみようと思ったら躊躇せずにやってみることだと思います。学生は今しかないし、大人になったらできることも少なくなってしまうだろうし、実際私はこの高校2年生の春休みっていう受験にも結構大事な時期に1週間ほど日本を離れてイギリスに行ったんですけど、全然
その1週間日本で過ごさなかったことに後悔はしてないし、むしろ行ってよかったっていろんなことを、日本にいたら絶対に学べないことも学べたし、それ日本にいること以上のことを自分の中に入れて持って帰ってくれたので、すごい良い経験になったので、何かやってみたいことがあったら今すぐやってみるというか行動に移してみるのがいいと思います。